皆さんどうも、シングリオンドイヒーです。強そうだな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日は世界で大人気にゃんこ大切磋やっていきましょう。また新たなステージがやってきたぞ。極悪のタンク降臨だね。万引きとかしてる悪いやつなのかな。悪のレベルがしょぼいな。それじゃあ行ってみましょう。悪って言ってるぐらいだから悪いタイプのやつが出てくるんでしょ。悪いやつ対策を入れて、さらにはパーです。炎に鬼ニャンマとか連れてけばいいかな。対策しちゃえば余裕のよっちゃん。89歳、いやちゃんと勝利。まずはアニャンコ大戦争恒例金稼ぎ。まずは犬野郎の登場ね。こいつはサンマジレンマ鬼ニャンマでちょっちょっちょっと倒しちゃうのが一番だよな。スムーズに進めるなと思いきや罠でした。鬼ニャンマ登場、倒しちゃうよ。うわー、もう出てきた。悪魔消しゴム野郎出てくるの早すぎたから。だけどお金は一気に貯まったからキャラ出したい放題。まずは悪魔対策女の子を出しておこう。こいつ連覇使ってくんのか。今日だよ、まさか負けだよ。レッパは対策キャラが少ないから辛いよね。これは負け確定。ありがとうございます。諦めんの早すぎだから。どんどん倒されちゃってる。だけど炎さえ出せたらなんとかなるかな。よし、いけ炎、遠くから攻撃だ。こっちも卑怯だ。反則負けだ。反則負け同士の戦いで卑怯拳。卑怯拳とかないから。だけど消しゴム野郎だから体力めっちゃあるんだろうな。そこも反則、反則負け。反則負け2回であっちの負けだ。反則負けとかないんだけどな。こいつが全然やられないんだったらもう戦いは取り巻き次第だな。このメガネ野郎だけ倒せばいいんだったら勝ち確定。ありがとうございます。さすがにこれでは終わらないと思うけどね。だけど全然出てこない。犬野郎ぐらいしか出てきてないぞ。これだったらいける。ハーデスも出して、もう盤石だ。こんなの楽勝。ゴリラ野郎が出てきた。やっぱりこんなんじゃ終わらなかったね。勢いマシマシだ。だけどそんな勢いだってハーデスが受け止めちゃえば意味がない。意味なし、用なし、一文なし、さくらかん。だけどハーデス押されちゃってるよ。ゴリラ野郎2体の勢いはすごかったのか。ここであっさりハーデスがやられちゃうのも辛いな。急いでゴリラ野郎倒しちゃうんだ。こっちもハードでゴリラ野郎撃破。また消しゴム野郎だけにできたぞ。ゴリラ野郎みたいな取り巻きが来る前にあっさり終わらしちゃおう。だけどそう簡単には終わらないんだろうね。もう終わりでいいじゃん。こっち勝ちそうなんだからさ。極悪のタンクが耐えてる間にまだ他にも出てるんじゃないの敵が。その前に決めたら鬼ニャンマ。鬼ニャンマの怒りの一撃だ。いけっとだ。まだやられないのか。ゾンビが出てきた。やっぱりどんどん取り巻きがめんどくさいやつになってるね。腐ったやつ出てきたら壁前に出せなくなっちゃうからな。鬼ニャンマで地面に埋めたろやないかい。腐った脂肪の塊さよなら。まだか、じゃあもう一発さよなら。土に埋めてやったよ。この調子で鬼ニャンマまた怒りの一撃決めてやれ。いけとだ。ほんとやられないね。無敵なのかこいつは。やられないけど無敵なのか。吹っ飛ばすキャラでグイ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 押し込んでいくしかないのか。腐った脂肪の塊も復活してきてめんどくさいな。さらにはハーニマ野郎も出てきちゃった。大変になってきちゃったよ。どんどん難しくなってるね。むずすぎ。むっちゃん103歳、むっちゃんとしときすぎ。ハーニマ野郎が来る前に終わりにできないかな。ダメか、厳しいな。ハーニマ野郎来て、波動レッパ、波動レッパ。これには壁も耐えられないよ。負け確定。ありがとうございます。おー、終わった。だから勝つって言ったでしょ。いや、さっきまで負け確定って言ってたのに。あとは塔を壊してクリア。楽勝のシュシュのシュ。意外と楽勝だったかもしれないね。この調子でいろんなステージやっていこう。バイバイバイ、ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。